アメリカのマーベリック M88 ダイエットガン。オーソドックスなポンプアクションシステムを持ち、装弾数は6発となっている。M88 は大手銃器メーカーモスバーグ社の M500 のライセンスを買い受けたマーベリック社が自社ブランドとして販売しているモデルである。現在アメリカの警察で使用されているほか、警備用として一般にも市販されている。イタリアルイジ・フランキ社のコンバットショットガンスパス15。当初から軍用を目的として開発され、1987年に発表されたこの銃はポンプアクションとセミオートマティックの切り替え可能なメカニズムを持ち、交換容易なボックスマガジン球弾となっている。現代的な機能を持つ強力な対テロリスト用の装備として、イタリアをはじめヨーロッパ各国の警察を中心に採用されている。南アフリカ製のプロテクタショットガン、ユニークな12連発の回転式ドラムマガジンを備え、連射性能に優れている。オリジナルの南アフリカ製はマガジン内のゼンマイを利用したセミオートマティックと手動連発式の2タイプが製造されており、アメリカではセミオートマティックタイプがストリートスイーパーの名でライセンス生産されている。